ここからが厄介なところだぜ。分かってんだろうな。もちろん。このヘリのサービスが最悪で機内食も出ないってことでしょ。いいか、ジェットまで墜落させるような奴らがいる島なんだぜ。このままお邪魔します。はいどうぞ、なんて行くと思うか。きらびやかに見えるものほど、その中を覗こうもんなら油断したところを疲れて痛い目に。ジャジャ、ちょっと見て。ああ見てる。俺のバカ。さあ飛ばしていくわよ。
ようこそ日の出ずる島へ。ここは富と権力の町。ジャンヌ、ここまでたどり着いたのならばもう十分だろう。ついに時は満ちた。古より続く我らの因縁に終止符を打つ時が。奴らに手を貸す邪魔者は全て片付けるわ。賢者だろうと魔女だろうとね。ルーメンの賢者、魔女と対をなすもう一つの観測者。両者の間には決して犯してはならない掟があった。伝承曰く、光と闇が交わるとき、この世は未曾有の災厄に包まれる。だが今から500年前、掟に背き両者の間に禁断の子が産み落とされる。ベヨネッタ、お前だ。500年前、予言通り世は混沌に飲み込まれ、両一族は激戦に散っていった。だが因果の輪は今も続く。光と闇より生まれたお前こそ混沌の渦の中心なのだ。この世の混沌の元凶であるお前をこのまま野放しにしておくことはできない。二つの世界の目を手中に収めるとき、宇宙創造の力は開眼する。我らアンブラの一族の至宝、闇の左目は決して誰にも渡すものか。我らアンブラの一族の至宝、闇の左目は決して誰にも渡すものか。ベヨネッタ、さあ今こそ決着をつけよう。お前自身の存在にな。あんたがやったのね。たとえどんな手を使っても、一族の至宝を守り抜くのが我々アンブラの魔女の使命だ。仮にこの島一帯を火の海に変えようともな。ミサイルはもううんざりだぜ。成り行きはわからねえが、せっかく女の子二人が楽しくおしゃべりしてるんだ。とりあえずこんな物騒なものは俺が預かっておくぜ。さあ乗りな、嬢ちゃん。マミベヨネッタ、さあ時が迫っている。もうこれ以上は待てない。
そのようね。その目にまだ恐れが。恐れ？失われた500年前の記憶が恐怖の根源となってお前の目を曇らせている。だが戦いに勝利した今のお前ならきっと運命を乗り越えられる。運命を乗り越え一族の至宝を手にする資格があるはずだ。お前こそ闇の左目の所有者なのだから。こんな宝石一つをめぐってこれまでに一体どれほどの犠牲が。その宝石、子供の頃を思い出すな。アンブラの一族の至宝、闇の左目は決して誰にも渡すものか。掟に背き野心に狂ったルーメンの賢者よ、お前の思い通りにはさせぬ。悲劇と混乱を招いたその罪を我々は決して許さない。己の運命を恐れるな。立ち向かえ、セレッサ。子供の頃は無邪気だった。あの頃はよく遊んだな。だが時が経ち、私の目も恐怖で曇っていたのかもしれない。私たちは運命を恐れるな。立ち向かえ、セレッサ。立ち向かって見るんだ、自分自身の目で真実の世界を。終わったのか。なんて顔してるんだ。人のことを笑えないぜ、セレッサ。まったくあんたって人は運がいいんだか悪いんだか。チェシャ、舐めてもらっちゃ困る。断っておくが、みんなに評判のこのルカ様はだな、実力でのし上がってきたんだ。運じゃねえ。大体俺は魔女なんて、いや、つまり女なんて信じないぜ。ちびすけは寝ちまった。疲れたんだろう。それよりどうした。そんな気の抜けた顔した女を俺は追いかけ続けなきゃならないってのか。おう、気が抜けてるですって。あ？あんたこそいつまでもそんな間の抜けた顔をしていたら、この私をつけ回すのは許さないわよ。いい？ルーカ。
よし、その息だ。お目覚め、ちびすけ。マミー、ここどこ？見ろ、中へ誘っているようだぜ。こいつは随分気前がいい子った。ルカ、言わなくてももう分かってると思うけど、この先あんたの面倒は見ないわ。だろ、心配するな。自分の面倒は自分で見るぜ。行くわよ、ちびすけ。そばを離れないようにね。愛する我が娘よ、今こそ長き眠りから目覚めるのだ。死の力を解き放ち、世界の目を開眼させるために。パパ？え？パパだ、パパだよ。パパ？そうよ、マミ。ほら、聞こえないの？うん、パパ、今行く。マミーも連れてくね。ちびすけ、待ちなさい。マミー、こっちよ。ちびすけ。ちびすけ。ちょうちゃん、ベオルタ。
光に生きる者の前に広がるのは自らの光が生んだ深く空虚な暗闇のみ。光が照らすほど影は一層深みを増す。真実を見るには光と闇両の目が必要なのだ。そうだろう、我が娘よ。ちびすけ、よく来たな、私の可愛い娘セレッサよ。ああ、なんてことだ。どうしてそんな険しい顔をしている。子供の頃は太陽のような笑顔を見せてくれたのに。あんたがルーメンの賢者の最後の生き残りね。その通りだ。私の名はバルドール。お前さえよければこう呼んでくれてもいい。ファーザーと。忘れてしまったのも無理はない。もう500年もの年月を重ねるのだ。お前が覚えていればもっと感動的な再会になっただろうに。寂しいことだ。その子をどうしたの？さて、どこから話そうか。我々ルーメンの賢者とお前たちアンブラの魔女はそれぞれが世界の目となって歴史の観測者としての役目を果たしてきた。全てはこの宇宙の存在を。保ち続けるためにだ。だがお前は500年もの間世の趨勢から遠ざかってしまった。闇の左目を受け継ぐものでありながら。下手な謎かけはやめて、その世界の目の正体をはっきり言いなさい。500年の封印がそれすらも忘れさせてしまったとは。三位一体世界の主神ジュベルウスの復活が目前まで迫っているというのに。失われた500年の記憶を補い観測者の目を覚醒させる方法はただ一つだけ。歴史が形作られる様をその目に焼き付けてやればいい。神々をほふり苦難を超えこのビグリッドで身をもって体験した全てが海岸を促すための貴重な旅なのだ。世の観測者たる闇の左目の名。つまらないごたくはもう結構よ。もう一度だけ聞くわ。その子一体どうしたの？すでにもう答えたではないか。闇の左目を開眼させるには歴史を形作る自らの行いを己の目で客観することが肝要だと。あんた本当に救いようのないクズだわ。ああ、救いか。なんと気になる言葉だ。救いの道をいくら光で照らせども、その光が強く輝くほど人々の心の闇はますます深くなる。光闇、その狭間にある混沌、その三位一体世界を統一し原初の宇宙を創造するより救いの道はない。この計画の実行は500年前の復活祭まで遡る。人々の猜疑心を煽り魔女狩りへと先導をしたのだ。
その結果、復活に必要な主神への信仰心は強固になるも、闇の左目のダッシュには失敗。私はその後の500年を町の勃興に費やし、計画が結実する機会を待つこととなった。そう、主神ジュベレウスを復活させ、我々二人が神の目となって新たなる宇宙を創造する時をな。マミ、すべての悪夢の元凶がまさか自分の父親だとはね。素晴らしい熱弁だったぜ、ルカ。ずいぶん大風呂敷を広げたもんじゃねえか。ああ、イザベル社の大将さんよ。救いだの、光だの、さっきからクソ真面目な綺麗事を山ほど並べ立ててるようだが、全く気味が悪くてヘドが出そうだ。お前のようにうさんくさい輩が大勢歴史に名を刻んでるぜ。誉れも高い大量虐殺者の汚名をな。君は確かジャーナリストのルーカー君。正直に言って、君がここまでたどり着くとは思わなかった。父親譲りの才能かな。何？それにしてもルーカー君、君の父上には私の理念を分かってもらえなくてね。この私の身辺を嗅ぎ回るのは構わないが、良くない噂を方々で吹聴されるのには手を焼いた。なかなか見つからなかったセレッサの居場所を突き止めてくれたことは大変感謝しているが、それが済んだところで彼にはご退場いただいたよ。この世から永遠にね。なんだと貴様！君のような男でもただ捨てるというだけでは品がない。せめて死に方くらいはお父上と同じにしてやれよ。せっかくの思考が無駄になってしまったな。こうした犠牲が出るのは胸が痛い。一刻も早く我が理念を成就させなければ、幾度も悲劇を繰り返すことになる。悲劇といえば、あのジャンヌだ。お前を湖にかくまうなどという真似をしてくれたが、我々の手に落ちてからは実に優秀な働きをしてくれた。もっとも最初は聞き分けがなかったので少々精神改造させてもらったがね。そして最後は泣かせる別れを演出し、お前をここまで届けてくれた。さあ、闇の左目の海岸はまさに目前だ。恐れることは何もない、愛しのセレッサよ。そうだセレッサ、運命を恐れるな。今こそ困難に立ち向かい、己の真なる力に開眼するのだ。
セレッサ、我々は今一つになるのだ。主神ジュベレウスの祝福。